今回はダブルス徹底解説。今回は税の誘う行動です。まずはこのプレーを見てみましょう。はい、今回はこちらのプレーですね。で、今回のプレーは向こうアドバンテージサイドでサーブを打って ここの人がリターンを打ちました。で、ここの人の打ったリターンがクロスのワイドに入りましたね。クロスのワイドに飛んでいったので、ここの人はこのぐらい外側に追い出されるような形でボールを打っていきました。で、この時にここの前衛の人の立ち位置がポイントになってくるんですが、 まあ今、ストロークの人の目線から見てもらってますが、そこから見ると、ここに立ってたら、まあストレートが開いたような形で見えるので、よく多いのは、ワイドに行った時は、少しワイドによって、まあここの部分が開かないようにポジションを取りましょうねっていうところで、やっていくことが多いかなと思います。 ま、ここに立ってたら、多分ここ空いてないですよね。で、空いてないっていうことは、多分打つことは少ないかなと思います。まあ、そこでここ打って、まあ、センター開けるとかで狙ったりはするケースはあると思いますが、まあ、守られてたら、まあ、ボレーヤーに触られたら攻撃されてしまう可能性が高いので、なかなか打たないかなと思います。けども、実際ここの人は、 こっちには寄らずに、だけどここの人は、ま、反面の真ん中の位置よりかは、少し先端よりね、ポジションを取ってました。そうするとどうでしょう少しこっちの、ストレート方向が、空いたようなね、カーチで見えるかなと思います。そうすると、今見ている側のストロークの人は、 立ち位置がちょっとセンターに入ってるから、ストレートが空いてるっていうところで見て、そのストレートを狙っていきました。けども、ここの人は、ワイドにいたら、普通だったらここにいるっていうところは、分かってる中で、あえて、ちょっとこっちに、 出て、なおかつ、まあ、そんな機敏に動こうとはするような素振りもなく、ちょっとここにプレッシャーかけとこうかなぐらいな感覚で、まあ、ちょっとこっちに寄ってましたが、実際は、ちょっとこっちは空いてるなーっていうとこを感じて、まあ、相手が打ってきた瞬間に、まあ、少しちょっと反応遅れてたようには見えますが、まあ、こっちに、 飛びついて。で、まあ、飛びつくのも、まあ、ここに相手のストロークが、あ、このぐらいの時間で飛ばしてくるなーっていうのは、まあ、理解をしながら開けていたので、まあ、ここからちょうどギリギリ、まあ、触るようなことができ、まあ、ストロークの人がワイドに追い出されているので、もうこっから飛びつきながら、 ま、センターのオープンスペースを狙うような形で打っていきました。普通だと、ストロークの人がワイドか打つときだと、ま、この、ワイド方向に前衛が立つっていうことがセオリーにはなっていきますが、ま、今回のように、ワイドに行っても、あえて、ま、こういうところに立って、空いてるよーっていうのを見せて、 相手が打ちたくなるような状況を作って、で、そこに打たせて、そこをしっかりと守るような形で行動していくっていう、まあ、駆け引きの部分ですね。まあ、そういうところをダブルその中に入れてあげれるといいかなと思います。そうすると、まあ、今回は、そこを狙って入っていきましたが、今の駆け引きを見せることで、次同じような状況になった時に、ここに立ったら相手は、 そこの人はどう思うだろういや、さっき、ちょっと開けててストレート狙って簡単に捉えたから次もまた誘われてるんじゃないかなーって思うかもしれません。それを逆にこっち側が、あ、さっきこういうプレイして誘ったから多分打つ可能性は低いなーって見て、まあ、こっち側のポーチボレーが、まあ、少しセンターに近いポジションになってくるので、 取れるようなカーチになってくると、まあ相手の人は、あれさっきこっち誘ってたのに、え、こっち取られた。え、次どうするんだろうっていう迷いがね、生じる。まあその迷いを生じるだけで、まあストロークの人がショットを正確に打つ、正確なコントをするのが少し難しくなってくるのでね。まあそういうようなカーチで、駆け引きを入れてあげるといいかなと思います。そうすれば、 ま、そこの前は、ここのストロークの人に、プレッシャーを与えれるような前になって、とてもいい前衛ということになっていきます。もう、逆にここのストロークからしたら、もう、あの前員、嫌だ嫌だーみたいな感じになると思うので、まあ、そういう形で、ね、動いていきましょう。はい、今回の解説が参考になったと思う方は、ぜひ高評価、また点数に関する動画を様々アップしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。